ちは、アナです。今日は、私の最近のお気に入りのものを紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、まずはじめはビューティー品以外のものから紹介したいと思います。今つけてるこちらのピアス、上後ろがパールのキャッチなんですけど、と同じくこちらの同じ天然石のついたチョーカーかな、そうチョーカーになります。でこれは私の親友のお姉さまが最近ウェブでアクセサリーショップを始めて、そこから普通に購入したものになります。でまあそのお店のリンクは全部下に貼っとくんですけれども、天然石を使ったアクセサリーを販売されていてですね、本当に可愛いんですよ。シンプルなんですけどもエレガントにもいけますし、本当にね普通にずっと使えるタイムレスな、アクセサリーがたくさん売ってるので、個人的に本当に好きでずっとチェックしています。でこれもネイビーの天然石なんですけども、ちょっとね紫がかったキラキラもあって、ほんと絶妙な色ですし、大きさもねちょうどいい感じで、エレガントにもシンプルにもいけるのですごく好きで、はい、そちらのサイトを最近ばっか利用してます。はい、そして次はお財布です。じゃじゃーん、これはトッツのお財布になります。でずっとオーストラリアで購入したコーラル系のお財布を使ってたんですけども、まあ、だんだん寿命が来たので新しいのを購入しました。まずレザーが欲しかったので、はい、迷わずトッツに行きまして、でなかなかみんな持ってないブランドだし、この色もすごくティファニーブルーっぽくて可愛いしってことで、はい、購入しました。ちょっと高かったんですけど、まあね自分へのご褒美ということで、何のご褒美か知らないけど、はい、買ってすごく満足しております。そして次は香水です。香水はこちら、ゲランアクアアレゴリアのリモンベルデという、オードトワレになります。でアクアアレゴリアはずっとネロリアビアンカが好きで使ってたんですけれども、悲しいことにネロリアビアンカが廃盤となってしまって、さてどうしようということでこれを購入しました。ネロリアビアンカよりはもっとフルーティーな感じの香りがします。本当にねフルーティーっていう言葉がぴったりくるぐらいフルーティーです。なのでこの夏の時期とかにすごく使いやすい、甘さもあるんですけども、本当みずみずしい香りなので、そうジメジメした時でも使いやすい香水だなと思って、ここ最近はすごく私の中ではいお気に入りで使っております。そして次はブラシです。博報堂の J55、 やばい読めない消えちゃった、あの下に貼っときます。これは私の好きな博報堂のテーパードブラシっぽくこうクリスにのせるブラシなんですけれども、これはねテーパードじゃなくてちゃんと寸胴の形になっています。なのでテーパードのよりかはもっとふんわり全体的にクリースに色をのせることができるので、こうなんだろう、トランジションカラーとしてやんわり色がのります。はい、テーパードの方はちょっときつくなるのでってことで、結構使います。本当に使います。毎日使ってます。でこれを使っている色もちょっとお気に入りなので合わせて紹介するんですけど、ネキッドパレットからバックです。マットなこのカラーをほんとクリースにのせるだけで、ちょっと手の込んだ感じのメイクにもなるし、ナチュラルな感じのメイクにもできるし、ほんと絶妙なのでこのコンビが大好きでずっと使っています。そして次はアイブロウです。こちらシューウェムラからブロースウォードシールブラウンの色を忘れちゃった、色も下に書いておきます。シューウェムラから新しく出たペンシルです。元祖はこちらハードフォーミュラで、これもすごく好きなんですけれども、こっちは何が違うのかというと、まず繰り出し式になってるっていうのと、裏にこうぼかしのブラシがついてるっていうのと、あとこれ自分で削れるんです。ここを開けると、よいしょ、あれ開かない、まあ開くんですけど開けるとこの削るところが、はい、ついていて、なのでいつも新鮮に削りたての自分好みの太さのペンシル使えるっていうのですごく気に入って使ってます。で芯も結構柔らかいですし、本当に描きやすいので、はい、こればっかり最近は使ってますね。今日もこれです。これとちょっとパウダー上から重ねたぐらいなんですけれども、本当に本当に便利です。これも好きなんですけどね、ただ毎回シューウェムラ持ってくのがめんどくさいので、そうなかなかちょっとねこう独特なカットなのでね、そういう面でこれがすごく好きで、はい、最近は使っています。そして最後がこちら、私が今使ってるネイルです。ロレアルのカラーリッシュルヴェルニ219ビアンバインローズです。すごく可愛いパープルかな、パープル
アップルです。はい。で、何がいいのかというと、色が可愛いのはもちろんなんですけれども、持ちも結構いいですし、乾きも早いし、発色もとてもいいっていうので、おプチプラでこれだったらすごくいいなっていうので結構使ってます。で、まあ仕事の合間とか、まあ、時間がない時とかにささっとネイル塗りたい時は必ずと言っていいほどこれを使ってます。それぐらい好きです。で、あの気まぐれなんですけれども、こちらのネイルを、2名様にプレゼントしたいと思うので、もちろん新品のも、あのぜひ興味がある方は下に最近一押しのメイクアイテムを1つ書いてください、コメントに。そうすると自動的にあの応募したことになるので、はい。で、6月の28日午後11時59分59秒まで応募をお待ちしております。で、まあ後日多分動画で当選者の方2名様発表させていただくので、そちらは少々お待ちいただければと思います。まあそんな感じで私の気まぐれギブアウェイをやるので、ぜひあの欲しい方は下にコメント残してってください。詳しいことも全部下に書いておくので読んでいただければ、はい、幸いでございます。そんな感じで、今月じゃないな、最近の私のお気に入りのものの紹介でした。皆様の参考になれば嬉しいです。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバーイ。